ほとんどの区間で一方的な上り勾配となっている富士急行線は富士急行が運営する鉄道路線の総称である山梨県大月市にある大月駅から同県富士吉田市にある富士山駅までを結ぶ大月線と富士山駅から同県南鶴郡富士川口湖町にある川口湖駅までを結ぶ河口湖線の2路線がある両線で一体的に運行されていることから 本校ではこれらを一括して解説する。東日本旅客鉄道中央本線の大月駅から富士山駅でスイッチバックし、富士山陸の川口湖駅まで登る。大半を相模川上流の桂川、中央自動車道富士吉田線と国道139号が並行する。線形は最急40パーミル勾配と半径200メートル前後の急曲線が小刻みに、 連続する山岳路線である。富士急行線内運転の特急列車があるほか、JR 中央本線、高尾、東京方面との直通列車も設定されている。大月線は、古くから富士登山の拠点となっていた吉田と、八王子から大月まで伸びてきた中央東線を結び、東京からの登山客らを運ぶために付設された。 富士馬車鉄道と鶴馬車鉄道による馬車鉄道を前進とする。両者は機関が異なっていたため、途中で乗り換えが必要で、これを解消するため1921年に両者が合併し、大月緊張居城間の機関を統一、電化して電気運転を開始した。しかし、馬車鉄道時代からの平用軌道では、所要時間もかかり、急増する旅客をさばききれなくなったため、 1926年に設立された富士山独電気鉄道へ1928年に全線を上渡し、1929年に新設の鉄道線に切り替えられ、馬車鉄道以来の軌道は廃止された。これにより2時間かかっていた大月富士吉田間の所要時間は1時間以下にと大幅に短縮され、富士山六は東京からの日帰り観光圏内となった。また、 鶴橋鉄道は一時、鹿児坂峠に至るまでの路線を有しており、明治から大正期まではそこから、東海道本線五殿場駅前までを結んでいた、五殿場馬車鉄道と連絡していたこともあった。大月線、川口湖線の両線は、富士山駅を経て、直通運転している。旅客案内上これらの路線名は使用されておらず、車内自動放送でも、富士急行線と表現される。 以下の列車が運行されているが、いずれの列車もワンマン運転は行っておらず、必ず車掌が乗務する。富士急行線を走行する E353 系富士海遊詳細は、富士海遊を山椒中央本線から直通運転される JR 東日本の特急列車で2019年3月16日より運行を開始した。定期列車は、 E353K で運行され、千葉駅、新宿駅、大月駅間は、特急、あずさ、開示と並結し、大月駅で連結、解決の上富士急行線内は3両編成で運行される。全車普通車指定席であるが、富士急行線内での利用の場合は、座席未指定券のみ利用可能である。卓客機は臨時列車も運行されるが、車両は、 E257K500 番台5両編成が使用される。2020年4月25日以降は、新型コロナウイルスの影響による無期限の減便措置により、事実上唯一の特急列車となっている。停車駅駅一覧を参照。特急料金富士急行線内は以下の特急料金が適用される。なお、川口湖線内停車駅総合間の特急料金は不要である。 8000系電車、富士山特急大月駅川口湖駅間に特急列車、富士山特急が運行される。なお、富士山特急は富士急行の登録商標である。1号車は展望車両で指定席、2から3号車は自由席となっている。新型コロナウイルスの影響により、2020年4月25日より無期限で運休中。 運行本数2020年3月現在、平日と休日ともにに往復運行され、全列車が大月駅で JR 特急、あずさ、海事との接続を図っているが、普通列車との接続はあまり考慮されていない。現在の使用車両8000系電車の3両編成元、小田急電鉄の2万ケースで2014年7月から使用している。 過去の使用車両2000系電車、富士山特急黒2000系2000系電車、富士山特急雲路2200系2000系電車の3両編成もと、国鉄 JR 東日本の165系、ジョイフルトレイン、パノラマエクスプレスアルプスで、両編成とも2002年2月から、使用開始、2001年、停車駅,駅一覧を参照、特急料金以下の特急料金が適用される。 なお、川口湖線内停車駅総合間の特急料金は不要である。座席指定料金展望車両は、すべての座席が指定席で、この車両に乗車する場合は、区間にかかわらず、別途座席指定料金200円が必要になる。個室料金2000系の2号車にあった個室を利用する場合は、人数、区間にかかわらず、別途個室料金1000円が必要となっていた。なお、 8000系には8500系電車、富士山ビュー特急2016年4月23日より運行開始、富士山特急同様に大月駅川口湖駅間に運行される特急列車である。1号車が特別車両で全席指定、2から3号車が自由席となっている。車内サービスとして特別車両ではドリンクサービスがある。度休日は、 スイーツプランの対象車両となり、山梨の味覚を取り入れた富士山ビュー特急特製スイーツが利用客に提供される。この場合の特別車両は富士急トラベルのツアー扱いの事前予約制となり、後日の特別車両券では乗車できない。また、利用区間も大月駅富士山駅、富士急ハイランド駅、川口湖駅に限定され、鶴門下大学前駅。 下吉田駅での乗降はできない。この他、車内限定販売の駅弁、オリジナルビール、富士山ュー特急オリジナルグッズが存在する。新型コロナウイルスの影響により、2020年4月25日より、無期限で運休中、運行本数2020年3月現在、平日、土休日ともにに往復で、全列車が、大月駅で、JR 特急、あずさ、 開示との接続を図っているが、普通列車との接続はあまり考慮されていない。また、号数番号は前日の、富士山特急と投資になる。現在の使用車両8500系電車の3両編成もと、東海旅客鉄道の371系である。停車駅,駅一覧を参照、富士山特急と共通である。特急料金特急料金の制度は、 富士山特急に準じている。特別車両料金特別車両は、すべての座席が指定席で、この車両に乗車する場合は、区間に関わらず、特別車両券が別途必要になる。富士急行線内運行列車、編集前線通し、運行が基本であるが、夜の一往復に限り、大月、かつては大月駅、鶴市駅、谷村町駅、三つ峠駅間の区間列車も、 設定されていた。なお、富士山駅川口湖駅間の川口湖線内のみを運行する列車はない。一部に上、大津駅を通過する列車がある。また、火星駅では、ホーム有効長が3両分しかないため、4両編成の列車は前から3両目までの車両のみドアを開閉し、最後部の車両はドアカットを行う。線形1200、富士登山電車。 編集富士登山電車1200系電車を改装した観光用列車で青富士車両と赤富士車両からなる2両編成である2両編成の一般車両を連結して各駅に停車する4両編成の普通列車として運行される2020年3月14日改正時点では平日と休日ともにに往復が設定されている青富士 赤富士車両は予約定員制で乗車には200円の着席券を必要とする。休日を除く木曜日は全車自由席の一般車両のみで運行される。運行開始当初の2009年8月9日から2010年3月12日までの間も2両編成の一般車両を連結した4両編成の普通列車として運行されていたが、青富士車両には普通乗車券のみで乗車することが できた。2010年3月13日からは、全車着席兼車両の快速列車としての運行となり、2019年3月時点では、平日と休日ともにに往復が設定されていた。停車駅は、通常の快速と異なり、大月、三津峠、下、吉田、富士山、富士急ハイランド、川口湖であった。2020年3月14日のダイヤ改正で、 快速の種別が廃止されたため、再び一般車両を連結して、普通列車として運行されている。また、イメージキャラクターとして、客室乗務員、谷村美鈴が設定されている。トーマスランド20周年記念号、編集2007年より、富士急ハイランドにあるアトラクション、トーマスランドにちなんで、5000軽電車を使用したトーマスランド号が運行されていたが、 5000型は2019年2月に運用を終了した。2018年3月からは、トーマスランド20周年記念号が6500に、編成を使用して運行されている。特別料金は不要で、指定席などの設定もない。JR1000 直通列車、編集かつて乗り入れていた201系電車、JR 東日本中央本線からの直通運転列車として、 日中に211系を使用する高尾駅発着の普通列車が1往復、朝の上りと夜の下りに E233 系を使用する東京駅発着の快速列車がに往復乗り入れてくる。いずれも富士急行線内は各駅に停車する。E233 系は基本的に6プラス4両分割編成のうちの4、両側が入線し、多客時及び 臨時列車では6両側も入線する。211系は3両編成で運行する。なお、E233 系投入前は201系が、211系投入前は115系がそれぞれ使用されていた。201系は2008年3月15日以降は、分割、併合での運用がなくなったため、乗り入れからは撤退していた。富士急ハイランドでのイベント開催時や川口湖。 古城祭、吉田の日祭りに合わせて、臨時列車が運転される場合がある。富士急ハイランドでのイベント開催時には、夜間に、大月方面に、臨時快速列車が最大4本運転される。うち、1本は、e 2 3 3系6両編成を使用し、JR 中央本線八王子方面にへ直通する。また、定期列車についても、多客輸送のため車両を、 E233K4 両編成に差し替えることもある。川口湖古城祭、吉田の日祭り開催時には、下吉田駅川口湖駅間を中心に臨時普通列車が運転される。2009年より、毎年、声優、歌手の千原美里が、川口湖、ステラシアターでライブを開催する際、会場最寄り駅の川口湖駅にて、茅原の等身大パネルが設置され、 横断幕や広告が掲示されるほか、臨時快速、のり号が運行される。2014年には記念乗車券が発売されたほか、千原本人による車内アナウンスが行われることもある。2016年と2018年には、音楽ユニットアンジェラが、河口湖、ステラシアターでライブを開催した際にも、同様の企画が行われており、会場最寄り駅の河口湖駅にて、 アンジェラのメンバーの等身大パネルが設置され、横断幕や広告が掲示されたほか、臨時列車、A 列車が運行され、車内アナウンスをアンジェラのメンバーが担当した。1200型を用いた座席定員制の特急列車で、富士山特急運行開始前に運転されていた。富士山特急運転開始後も、特急車両が定期検査で運用を離脱している際に、1200、 軽電車や6000軽電車で代替運行する特急の名称として用いられる。特急料金は富士山号時代の料金が適用される。この時各駅、車内の案内も特急富士山号となる。6000軽電車は元 JR 東日本205軽電車でロングシート仕様であるが特急富士山号として運行される際は特急料金が必要となる。 JR 線直通の快速、編集、富士海遊臨時快速列車も参照観光客向けの臨時列車として、新宿駅から快速、ホリデー快速富士山号、富士山号、千葉駅から快速、山梨富士号が運転されていた。富士急行線内の基本的な途中停車駅は、鶴市駅、鶴門下大学前駅、三津峠駅、富士山駅、 富士急ハイランド駅である。なお、JR 側の発着地により停車駅が異なり、一部は富士急高線内を普通列車と同じ停車駅で運転する列車もあったが、2015年3月14日、ダイヤ改正後はなくなっている。いずれの列車も e 2 5 7七5 0 0番台5両編成で運転されるため、大月駅、富士山駅、富士急ハイランド駅、 川口湖駅以外は、ホームの有効庁の関係から、前から3両目までの車両のみドアを開閉し、4両目以降の車両はドアカットを行う。特急、富士海遊の運行開始により、2019年3月10日にて運行を終了した。特急、成田エクスプレス、編集2014年7月26日からは、土曜、休日に成田空港駅から特急、 成田エクスプレスが運転されていた。当初は9月28日までの予定だったが、利用者数が好調だったため、11月30日まで期間が延長された。また、2015年3月1日から2016年6月26日にかけての土曜、休日と2015年8月10日から14日。 2015年12月30日から2016年1月1日にも運転されることになった。以降も2019年3月改正まで工場的に土休日の延長運転が続けられていた。当初は富士急行線内のみの利用時には特急料金が不要であったが2017年3月4日のダイヤ改正で船内特急の料金体系を統一したため富士山特急や 富士山ビュー特急同様に特急料金が必要となった。ホームの有効庁の関係から、鶴門下大学前駅では、進行方向の後部3両、川口湖駅では、進行方向の後部1両の車両で、ドアカットされる。特急、富士海遊の運行開始により2019年3月10日にて、延長運転を終了した。一般車両による、快速。 編集2016年3月から2020年3月まで運行。普通乗車券のみで乗車可能であった。2016年3月改正において運行開始当初は折一本のみの運転で特急列車の運行時間変更に伴い空いた時間帯に設定されたため富士山特急と同一の停車駅であった。2017年3月より上り列車も設定した上で停車駅を ホリデー快速富士山号と統一し、大月、鶴市、鶴門下大学前、三つ峠、富士山、富士急ハイランド、川口湖とした。2018年3月改正にて、大月8時17分発の快速が設定された。当該列車は、通常の快速停車駅に加え、電野荘、野木星、谷村町、東ずま下吉田にも停車する。 これに伴い土休日の大月8時13分発だった富士山特急1号は廃止となった2019年3月改正以降は平日8時台により1本のみ運行されていたがが運行されるこれも2020年3月改正での富士海遊の増発の影響もあり設定消滅となった大月線川口湖線を合わせた輸送実績を下表に記す2000年代にかけて 輸送量は減少し200万人台となっていたが、2010年代に入り、外国人観光客の増加などにより底打ち300万人台を回復している。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。大月線、川口湖線を合わせた営業成績を下表に記す。 収入は一時減少したが、最近では増加している。黒字基調で推移している。今日中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度、半例駅員の有無、直営友人駅、委託友人駅、無印、無人駅停車駅、停車、一部列車通過、通過特急、水色の区間のみ乗車する場合は、特急料金が不要、線路、列車交換か、 列車交換不可、三坂山地、高川山山頂より見た富士急行沿線の山々大人普通旅客運賃。2019年10月1日改定、富士橋鉄道に関するカテゴリー、鶴橋鉄道に関するカテゴリー。ありがとうございます。